はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。ロケットや航空機を自由に作ることができる謎のゲーム、カーバルスペースプログラム2。飛ばして他の天体にも行けるで。今日は車作りたいんだよね、車。早速ロケットとは関係ない。ほら、前回地表近くで時速 6800km、マッハ 5.5 くらい出したって言ったと思うんだけど、これを応用すればめちゃ速い車も作れそうなんだよね。絶対タイヤ持たんやろ。そこをどうにかするのが東北寸庫。その前に、まずは簡単な車を作ってどのくらい耐えられるか見る必要がある。挙動とか特性見るんか。とりあえずタイヤは探査車用のものを4つ、エンジンは上面に配置。あとは緑くん乗せれば車完成。ちゃんと脱出装置もつけて優しいズンズン。皆さん装置つければ無人でも？はい、試験しちゃおうかな。ちょ、この長い滑走路でどのくらい出せるか調べるのが今回の目的。できれば音速は行きたい。待て、なんかおかしいことなっとる。あれ？何が起こった？やりました。何もしてないのに時速 756km 記録。早速ワールドレコードを獲得してしまいました。他に記録がないから1位しかないやろ。というか燃料搭載するの忘れてた。絶対これが原因やない。赤うまたプルプルしとる。爆発する前に発進するしかない。完全にコントロール不能や。最高速度は 400km ちょっと。その後も謎のこんにゃくバグが続出。普通に走らせる以前の問題。5回くらいやって普通に発進できた。現在の速度 360km。 これね、いつもそうなんだけど、すぐに右に行っちゃうんだよね。どうしてかな。滑走路の段差で吹っ飛んだ。安心してください。緑くんは鉄骨並みに丈夫。むしろ心配するのは車体の方。緊急脱出した。戦闘機みたいな射出座席もついてるから安心安全。毎回頭から落ちるな。はい、今回も生還できたね。その後も何回かやってみたんだけど、時速 700km くらいで車体が沈み込んで爆発することが発覚。この形じゃ無理ってことか。だったら爆発する前に最高速度出せばいい。またエンジンたくさんのせんな。あ、燃料なくなった。珍しく燃料有限設定にしとるんか。やっぱり無限がいいよね。ちょエンジン止めれ。危険と判断、緑くん取って脱出。しまった、車止まらないんだけど。さっきから何やってんねん。ズンちゃんのフェラーリ制御不能。何？誰かさんのフェラーリ大爆発。ちょっと待って、すごい勢いで回転してる。全体したら赤い動きしとる。笑った。スローで見るとこんな感じ。外側のタイヤと中心のエンジンが絶妙なバランスで回転運動してるんだよね。無駄に奇跡のバランス。とりあえずこの形状ではダメなことは分かった。どうする？だったら伸ばすしかないよね。ちょ、でかくすれば安定性は確実に増す。これで音速突破を狙うしかない。よし、かわいいズンちゃんやっちゃおうかな。ここロケット発射台や。やっちまった。これね、デフォルトというかちゃんと選ばないと発射台スタートになっちゃうんだよね。せっかくだし緑くん発射。当たり前のように緑くん発射すんな。脱出装置は完璧だね。操作しとる方にいろいろ問題ある。改めて滑走路から発進。勢いよくスタートすると曲がっちゃいそうだから、ゆっくり加速してみる。現在時速 360km。 姿勢安定。ここで推力 100%。 ちょいきなりブレ出した。コースアウトすり早戻す。ちょっといいかな。もうなんや。これね、変に動かないように制御系全部固定してあるんだよね。何してんねん。何を言いたいのかというと、もう何もできません。これが痛い。あれ？なんかデロリアンみたいになっちゃった。普通に奥で爆発しとる。タイムトラベル失敗してて受ける。これ自分作ったのやろ。ゆるふわ軍事チャンネル。まあぶっちゃけ軍事でも何でもないもの作ってるんだけど、あっさり認める東北寸庫。ちなみにさっきの最高速度は時速 1220km、マッハ 0.988。知らんうちに音速近い速度で草。というか、もっとシンプルな車でも音速突破できそうなんだよね。これ何や？何ってトラスの上に緑くん乗せた車。へっ。両脇にタイヤをつけて、中央にロケットエンジンをつければ安定性は抜群のはず。さっきは横方向の安定性が悪かったと思うんだよね。みんな
ちょっといいかな。何もしてないのに加速しながらバックしてるんだけど。くさ、これどうなっとるんや。ね、おかしいでしょ。何もしてないのに時速 110km 突破。何もしてないのに炎上。普通に斜面にぶつかっとるやろ。しゃあないからエンジンで加速してみる。早速左に曲がっとる。すぐ右に曲がったり左に曲がっちゃったりしちゃうんだよね。ここでエンジンフルスロットル。飛んじゃった。斜めについとったから飛んでまうんか。となるとエンジンは必ず水平を向いていないとダメってことだね。もっと簡単に作れると思ったんだけど想像以上に問題点が多い。特に加速中の左右のブレは解決が難しい。どうするん。考えられるのはタイヤのサスペンションが悪さしてる説。エンジンの加速で沈み込んでどちらか左右に曲がっていくってパターンか。前に作ったカタパルトもタイヤの沈み込みの悪影響がかなりあったんだよね。でこれ何や。だったら鉄骨を車輪とする。絶対やんか。とりあえずやってみるしかない。それが東北の。すごい抵抗感じる。もう分かってた結果や。あのね、ゲームと現実は違う。だから手当たり次第やってみるしかない。次は鉄骨をソリみたいにつけたんか。逆に摩擦がすごそうだけどどうかな。おお、さっきより滑りがええ。結構抵抗が少ない。立てるより音にした方がええと。問題なのはこの見た目が車と言えるのか。まあタイヤがない時点で車とは言えん。鉄骨斜め配置もダメだね。さっきも言ったけどタイヤで加速するとこうなるんだけど。タイヤはサスペンションが問題になると。ある程度加速すると制御不能になる問題がある。何も操作してないのに倒れたり曲がってく問題の解決方法が難しい。どうするん。何もしてないのに倒れるなら横に伸ばすしかもう方法はない。また無理やりつけんな。一気に4トンくらいあるエンジンを15機搭載。 V 字配置にしたのはもちろん機体の重量バランス。絶対うまくいくとは思えん。加速はいい。ちょっと待って、浮いちゃってる。これ接続がグワングワンする問題や。こうならないようにストロットで締め上げる必要があるんだけど忘れてた。脱出。そんなのあるはずないじゃん。ストロットは機体中心部分と両サイドのエンジン部分を固定。というか硬直装置が問題なら格納すればいい説を思いつく。またタイヤ使っとらん。さっき鉄骨でも滑ったし、もしかしたら滑るかもしれない。めちゃくちゃ滑っとる。ほらね、やってみないとわからない。地面に接触してるから姿勢もめちゃ安定。コースアウトする。何か壊れてる。硬直装置や。時速 2400km、 マッハ 1.94 で離陸。緑くん脱出。どこで脱出させとるんや。待った、出ちゃったから機体の制御ができない。もう何もできません。あれ、垂直尾翼つけようかな。見なかったことにする東北ずんこ。エンジン点火。これでまっすぐ進む。一応飛行機と同じならまっすぐ進み続けようとするはず。ほんまや、まっすぐ行っとる。現在の速度時速 1440km。 すごい勢いで加速してる。待って、滑走路終わる。ブレーキ。ブレーキはない。ブレーキないような。あっちゃん。でも最高速度は時速 2998km、 マッハ 2.43 を記録しちゃった。やったね。そして緑くんも多分生還。これほんまか。だったらもっと大きいエンジンつければスピード出るよね。ということでカーバルスペースプログラム2最大のエンジンで作ってみる。機体の構成というか見た目は同じか。硬着装置格納。このパーツが地面に接触して滑ってるのが今回の機体。エンジン点火。加速はいいで。機体を軽くするため燃料は少なく消費はゼロ、無限設定。左や左。待って、制御がめちゃ難しいというか氷のように滑る。赤い。コックピット分離。よし、脱出成功。綺麗に飛んでてくさ。さすがツンちゃんが作った脱出装置、安定性も抜群。皆さん偶然そうなっただけです。ノリで緑くん機外に出すな。しまった、話す以外の選択肢しかない。もうあかん、落ちる。受けるんですけど。受けるな。あれ、こうなるともちろん想定済み。早口なっとるで。ゆるふわ軍事チャンネル。ということで今まで分かった試験結果から最高速度が出る車を作る。
形状は幸いにも前回極超音速を出せたのでそれを参考に、フロントにエンジン R タイプか、後ろにもエンジン2機搭載、さらに両脇に固体ロケットを搭載して切り離しできる仕様にする。やっぱりタイヤじゃないと車じゃないよね。ってことで小さい車輪をつけておきました。え、車輪めちゃ不安定ってわかったやん。それをなんとかするのが東北散歩。ものすごい加速力、3秒くらいで1000キロ超えた。時速 2300km。 脱出パラシュート、速すぎてパラシュート展開しません。しませんやない。記録は時速 2455km、 マッハ 1.99。 ぶっちゃけあれじゃ脱出というか切り離しは不可能と判断。天井に乗せたんか。まずい、飛び上がってもうた。緑くん緊急脱出、奇跡的にパラシュート開いた。さすがスンちゃんが作った世界最高水準の脱出装置。米空軍から採用したいって連絡あったらどうしよう。爆発しとるやん。緑くんは無事だね。頭埋まっとる。わかった、やっぱり足回りがダメ。硬着装置をつけて格納した状態で滑らせるしかない。サスペンションがぐにゃぐにゃして操縦不能になるんか。これね、ちょっとしたブレがあるともうダメ。あまりに速度が速すぎて少しのブレが大事故につながる。時速 2000km。 姿勢安定、いけるよ。固体ロケット燃焼終了。あかん、緊急脱出成功。待って、パラシュート開かない。速度速すぎて壊れた。最高速度は時速 3301km、 マッハ 2.68 だね。固体ロケットを前にもつけたりいろいろしてみたんだけど姿勢が安定しない。高確率で飛び上がってまうな。あとはコースアウト、横転爆発のパターンだね。これも最後に分かったことなんだけど、燃料を消費する設定にすると終盤に軽くなって姿勢を崩すことがあったね。想像以上に機体の重量も重要なんやな。多分重心が移動して飛んでいっちゃうって感じかな。無駄に奥の深いカーバルスペースプログラム2。はい、やっぱり安定性では前の機体の方が良かったということでエンジンを追加。合計21機のエンジンでフル加速してみる。後ろからの光景がすごい。飛び上がらないように追加したエンジンは前気味に設置。燃料もきり使い切るような量になっとるんか。秒速 900m 超えてるよ。なんか壊れとる、あかん。記録は 3719km、 マッハ 3.01。 その後も何回かやってみたんだけど、秒速 1030m くらいで硬着装置が壊れることが判明。大体マッハ3やな。今回作った設計ではマッハ3が限界スピードだということが分かっちゃったね。硬着装置にこんな使い方もあるってのは新しい発見や。普通は接触するとすぐ壊れちゃうイメージなんだけど、ゲームではそうはなってない。多分硬着装置だから強度がめちゃ強く設定されてるんだと思う。墜落した時に足場がりだけ残っとるのもそういう理由か。それでやってると思うね。今回の調査結果は以上かな。ちょ緑くん飛んどる。笑った。あれ、エンディングやないんか。あのね、まだやってないことあるんだよね。もう全部結果で撮るやん。視聴者さんいっぱい乗せてどうなるか結果見てないんだよね。やめとけ。というかめちゃくちゃ座席多い。ついでだしここにも乗せちゃおうかな。これ何人乗りや。124人乗りかな。124。あとこれも問題があるんだけど、みどりくんの生成だね。ここの画面で新しく乗せるみどりくんの顔とか生成してるみたいなんだけど、めちゃくちゃ重い。このスピードで120人以上作ったんか。よくわかんないけど1000人くらいパッて出力してほしいよね。その1000人をどうする気や。よし、いつも見てくれる視聴者さん飛ばしちゃおうかな。こっそり翼つけとる。一応普通の飛行機って設定。どう見てもうちの知っとる飛行機やない。みどりくん多すぎて処理重すぎなんだけど。うん、いい表情してますね。これから絶対大変なことになる。飛び上がらないので推力 70% まで上げる。時速 1100km。 あれ、これ大丈夫。飛び上がった。あ、まずい。また絶対したらあかん動きしとる。エンジンと視聴者さんが重すぎて重心が完全におかしくなってる件。ここで奇跡の飛行姿勢安定。推力を上げて水平に戻す。その前に墜落する。なんかおかしい。ちゃんと試験飛行せんからや。はい、みんな無事だね。どう見てもちゃう。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。